旭川市立北門中学校は、北海道旭川市にある公立中学校。所在地は、北海道旭川市に敷地町15丁目。豊かな人間性を育て、輝かしい未来を築く、たくましい生徒の育成男女ともブルザーであり、取扱店は、丸屋用品店。ズボン、スカートのデザインは、時は中学校のものに似ているが、同校とは異なり男子はワイシャツに、 ネクタイ、女子は丸襟のブラウスに白のベストを着用し、リボンをするという形態である。また、外見上上着のデザインに男女の相違はない。チリ・ユキエは19年の短い生涯のうち、大半を占める6歳から19歳までの約13年間を朝日川で過ごしていた。彼女が朝日川で生活していた場所が現在の北門中学校の敷地だった。 このことを後世に伝えるために1990年には校舎前提に地理行栄文学費が混流され、1997年には校内の一角に京都資料室、2007年に地理行栄資料室が整備された。学区は以下に挙げる地域である小学校の学区は大雄小学校、北高小学校学区の半分教、近文小学校学区の全域が該当する。 ただし、実際には、旭町の大部分、川端町の約半分、北門町の一部は、距離的には、北西中学校の方が近い。谷口雅彦林有言。ありがとうございます。